Electric b a s エレクトリック・ベ e ス・ギター・リセッチ、ナンバー2、アルソニック・オーディオ・テクノロジー、ジャンゴ・デュ・ロックス4。エレキ・ベース研究。第2回。アルソニック・オーディオ・テクノロジー社。j ジャンゴ・4。このベースの使用を説明します。写真を見ながら聞いてください。ボディ。シャンバード・アルダーあるいはスワンプ・アッシュにアルミニウム。 あるいはカーボンファイバートップ。ボディフィニッシュ。エポキシラッカー、どのような色、仕上げにも変更可能。トップフィニッシュ。ミラー。要望によりどのようなフィニッシュ、色にも対応可能。重さは3.7キロ。アクセサリー。ギグバッグ、証明書、一生の保証付き。値段は問い合わせ必要。 ネック、ハードメープル。ネックフィニッシュ。エポキシラッカー。どのような仕上げ、色にも対応。ネックの厚み。1フレット 2cm、12フレット 2.3cm。スケール、34インチ。フィンガーボード。グラファイテックス。24フレット。ナット。 グラファイト 4.1cm ポジションマークサイドのみ要望によりフレット状にドット、ブロックも可能でバインディングも可能ピックアップアルソニックハイブリッドアルニコ5とネオジムブリッジアルソニック製アルミニウムブリッジクイックリリースシステム ピックガード。アルミニウム。コントロール。ボリューム、トーン、ファイブウェイセレクター、アクティブに変更可能。トラスロッド、ツーウェイ。ネックプレート。ファイブボルト。この後は、このベースの他の写真を順番に表示します。 このベースを弾いている動画がありますので、概要欄にリンクを載せておきます。聞いてみましたが、私はこのベースの音が結構好きです。でも、ものすごく値段が高そうなので、買うのは、まず無理です。ご視聴ありがとうございます。応援していただける方は、グッドボタンをよろしくお願いいたします。 このような動画に興味のある方はチャンネル登録していただいて次の動画をお待ちください。